近年、海保巡視船の建造が進められており、巡視船暁もすでに引き渡されていて、尖閣をはじめとして南西諸島の監視活動が実施されているよ。これらの海域ではより多くの大型巡視船が必要で、中型巡視船との連携強化を進めなければいけないとされているな。まあ相手は言うまでもなく中国海警局だぜ。今回は海上保安庁大型巡視船黎明型2番艦、尖閣諸島の警護指導について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2021年2月16日、海上保安庁最新艦艇の黎明型巡視船の2番艦暁が就役したよ。そして度重なる中国航船の勝手な侵入と危険にさらされている尖閣諸島を管轄する第10管区海上保安本部に配属されたんだ。この第10管区海上保安本部は鹿児島港が母港で、黎明と共に暁が配備されたことは、尖閣諸島を含む南西諸島の防衛を強化するためと思われ、重要な役割を果たす黎明型巡視船の所限は、排水量約7300トン、全長150メートル、全幅17メートルの艦隊に1機9000馬力のディーゼル機関を4機搭載し、最高25ノットの速力を誇るんだって。規模だけで言えば海上自衛隊の旗風型練習艦に近いようだな。言うまでもなく、海保の艦艇は戦艦ではないため、海自護衛艦で並走されているような対艦ミサイルや魚雷などを装填する兵器は装備できないぜ。あくまでも警察力の範疇の艦艇なので必要最低限の70口径 40mm のボフォース射程単装機12機と、20mバルカン砲を2機ずつ実装しているだけで、他には殺傷能力のない遠隔放水銃や停戦命令等表示装置、遠隔監視最小装置が装備されていますし、両舷には救難用の高速警備救難艇、全天候型救命艇、警備艇が搭載されている程度らしい。海保の黎明型は前級である秋津島や前前級の四季島に次ぐ6000トン超級の大型巡視船だけど、今回紹介する暁の建造費用は約234億円で、2010年度計画で建造された秋津島の発展型と見られるんだけど、計画年度が6年も離れているため、全体的に改良が加えられているんだ。例えば後部マストだけど、秋津島は全部マストと同じラティス構造だったのに対し、黎明はサーチライトや FCS の台座を兼ねた頭上のマストに改良されているよ。居住区画は乗組員への防音措置に配慮して、配置や精神剤の活用などによってストレス軽減を図った作りになっているらしい。また、海上事案の長期化に対応するため、十分な保存水や食料などを搭載するスペースも確保されているため、南西諸島での海賊対応などにも有効とされているな。ちなみに海自保有のイージス艦マヤ型は、基準排水量8200トン、満載排水量10250トン、全長170メートル、全幅21メートルの艦隊で69000馬力の機関を搭載、30ノット以上の速力と使用には記述されているようだぜ。この所言を規模艦だけで比べたらマヤ型護衛艦より、黎明や暁がやや小さく感じられるけど、建造費を比べると1隻1700億円もの差で暁の約6倍近くもかかるんだよね。つまり、イージス艦が高額すぎて金のレベルは桁違いということになるんだ。海自護衛艦は万が一の場合は敵国軍隊と戦うため、水上の戦闘艦として巡視船よりも設計構造的にも高額なのは仕方のないことと言えるんだけど、特にマヤ型は弾道ミサイル、迎撃可能なイージス兵器システムのコストが格別に大きいと考えられているんだ。マヤ型には SH-60 型哨戒ヘリコプターを1機搭載できるのに対し、暁は他の大型巡視船と同様、完備に大型ヘリコプタースーパーピューマ225を2機搭載可能と言われているよ。このスーパーピューマ225はフランスのエアバスヘリコプター社が2000年平成12年に開発した大型ヘリで、全長 19.50 メートル、全高 4.97 メートル、座席数21席、最高速力150ノット約280キロマイジです。日本国内では海保以外でも採用されている優秀な機体と言えるだろうな。暁に搭載されるヘリの愛称は一般公募の中から青足と決定しており、
南九州の青い海と海保のイメージカラーのブルー。鳥の王者として君臨する鷲を組み合わせ力強く南九州の海を守ってほしいという願いを込めた命名されたとされているらしい。陸上自衛隊でも実際に3機のスーパーピューマ225を調達。木更津駐屯地の第1ヘリコプター団特別輸送ヘリコプター隊に配備されていたが、通常の輸送任務ではなく、皇室や内閣、国外からの要人の移動を担う特別な機体として活用されているようだぜ。陸自に納入されている機体は数箇所回収されていて、具体的には操縦席周辺に防弾板を設置、エンジンの排熱温度を下げるため排気口の排熱を抑え赤外線誘導ミサイルの追尾を軽減する赤外線排出抑制装置 IR サプレッサーを特別に追加しているみたい。陸自と同様、東京消防庁も3機配備しているんだけど、救難救助救急などの人命に関する任務や航空消防を行う機体として運用されていて、非常時の安全対策として緊急用いかだや緊急用着水装置なども備え、より汎用的な救助任務に特化しているね。こういった状況下、海保は日本の救助任務を持つ組織で最大数となる9機を保有していて、巡視船以外に各陸上拠点でも運用を行っているよ。暁艦載機の青鷲が今後は尖閣諸島周辺で対峙すると予測される中国公船に対し脅威を感じているみたい。これらは中国海警局組織に所属する艦艇で、中国政府の意向を示すものだから、小さな行動から戦争へ発展する危険性などについても十分な配慮が必要となるよね。中国海警局は日本の海保と同様に警察権限に基づく組織だったんだけど、2017年以降、武装警察に連なる組織へと改編されたため、軍隊と同等の武力を保持していると言っても誇張ではないんだ。アメリカの沿岸警備隊もアメリカ軍の一部であると考えれば、即脅威と断定するのは早計かもしれないけど、2021年2月から海警報が改正されたため、警戒すべき事態になっているのは確かだよ。これによって中国海警局所属の艦艇や職員の武器使用のハードルが改正以前と比べて緩和されてしまったため、当局が必要と判断した場合、武器を使用する可能性が一層高まったというわけだ。今年11月にアメリカの大統領選が行われますが、その結果によって中国が尖閣諸島実効支配への動きをどうするのか、非常に興味のあるところだな。中国側とすれば、尖閣諸島は日本に日清戦争で敗北したせいで奪われたとする考えが根強いため、日本が固有の領土だと考えていることとは全く相入れない主張を繰り返しているぜ。しかも尖閣諸島の周辺海域で、日本の漁船の操業を妨害されないように、海保の艦艇は侵入してくる中国公船から防護している状態だというのに、海保側からの武力行使は一切できないのが事実だ。中国海警局艦艇が攻撃する気になれば容易に武力衝突が発生するとして、海自艦艇の投入を進めるべきという強硬意見が高派などから出ているんだけど、それをなだめる論説として中国に先に手を出したのは日本であると言わせないためにも、慎重に慎重を重ねて対処すべきであるという意見が主流であるというのも確かな事実だよね。誰だって戦争は避けたいはずだからな。仮に海自艦艇を投入しても、中国海警局側から攻撃を受けた場合、具体的な対処に関する本質的な問題は避けて通れないぜ。となると、政治主導での判断が求められることは回避できそうにはないわけで、結局は殉職者が出ないと根本的に動けないということなのかもしれないな。身の危険を感じて中国海警局に行った防衛行動ならば自衛隊隊員のように、海保職員も絶対的な国際法で守ってほしいと強く願うよね。加えて、漁業者などの一般国民も守ってもらいたいものだよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。